皆さんこんにちは、かっちゃんです。大福ということで、今日は岐阜県に養老軒さんっていうフルーツ大福がすごく有名なお店があるんですけど、この間久しぶりにちょっと食べてすごく美味しかったので、今日は手軽に買える材料でそれっぽく再現しながら養老軒風フルーツ大福を作っていきたいと思います。それでは早速作っていきましょう。はい、ではまず8センチ程度の小さめのお椀にラップを敷き詰めたら、市販のホイップクリームを 10g ほど、底が見えなくなる程度まで絞り、いちごのヘタを切り落とし半分に置きます。はい、ではあと半分にはバナナをだいたい 1.5 センチ幅程度に切って、ちょっとこのままだと大きいのでこれをさらに半分に切って、いちごの横半分に置いたら、甘栗の甘露煮を、これもこのままだと大きいので1個あたり4分の1カットで大丈夫です。ではこのいちごとバナナの上に栗を置いたら、フルーツが隠れる程度上からさらにクリームを絞ります。フルーツとクリームを入れたら、粒あんを、これもそんな大量じゃなくていいので少量、こんな感じで粒あんを乗せたら、ラップを持ち上げ口を閉じます。はい、では包み終えたら冷凍庫に入れて凍らせます。4個分の分量になるので同じものを4つ作って冷凍しておいてください。はい、では今1時間から1時間半ほどでしっかりとホイップクリームが固まったら、白玉粉 100g に水 200ml をダマにならないように3回ほどに分け入れ混ぜ合わせます。ダマがなくなるまで混ぜ合わせたら、 600W の電子レンジで2分加熱します。では2分加熱してこんな感じで全体が少し固まってきたら、今日は市販のマシュマロを入れて本家のような食感の餅生地を作っていきます。本来は卵白を入れてあのもちもちの食感出してると思うんですけど、今回はメレンゲを泡立てる必要もなく使いやすいマシュマロを使用していきます。ではこのお餅の余熱でマシュマロを溶かしながら全体をよく練り合わせます。ではマシュマロの形もなくなって、こんな感じでしっかり溶かし合わせたら、 600W の電子レンジでさらに2分加熱します。ではさらに2分加熱したら全体をよく練り合わせます。では全体をよく練り合わせて、こんな感じツヤも出て全体滑らかになったら、バットにコーンスターチまたは片栗粉、もち取り粉をたっぷりと引いて加熱した生地を取り出します。もち生地を取り出したら、くっつかないように表面に粉類をふるい、生地を4等分します。はい、では4等分したら、ちょっとまだ熱くてバットも熱くなってるので、少しまな板に生地を移しておいて粗熱を取ります。はい、では今5分ほどで粗熱取れてきたので、凍らせておいたホイップクリームのラップを取り外したら、クリームの部分が下、あんこの面が上になるようにお餅の上に乗せて、両端を上に持ち上げながら生地をくっつけます。はい、では包み終えたら、まだ中のホイップクリーム固まってるのでラップなどで包んだら冷蔵庫に置いて、中のホイップクリームを溶かしてから食べてみてください。中はこんな感じに出来上がってます。はい、ではこんな感じで養老軒風生クリーム大福の完成です。
い、じゃあ今こんな感じにできました。はい、では今回は養老軒風フルーツ大福を作ってみました。それでは本日はホットコーヒーで乾杯。乾杯。カフェイン。じゃあ早速いただきましょう。この間久しぶりにちょっと養老軒を食べて、生いちご大福だったかな、まあ、それを食べたんですけど、一番このオーソドックスで養老軒で人気のフルーツ大福をそれっぽく再現しながら作ってみました。ちょっと食べるとき結構ね柔らかいので、ラップでね包んでぜひ食べてみてください。ほんとこの養老軒っぽくね、めっちゃ一個がボリューミーになってます。いただきます。ふわもち。あ、ぽい。うん。ほんと手のひらに乗るくらいのしっかりしたサイズで、もちっとしてるんですけど、皮がマシュマロのようにすごく柔らかいのが特徴的な大福なんですけど、多分ね、原材料とか卵白って書いてあるので、皮に卵白を入れて作ってるとは思うんですけど、マシュマロを使うことによってメレンゲを泡立てることなく、本家のような、ほんとこのふわふわっとしながらももちっとしたすごく美味しい生地になってます。中にはフルーツ大福ならではのたっぷりの生クリームと果物を入れながら、生クリームなのでちょっと崩れやすいっていうのと、皮がすごく柔らかいので包みにくいので、あらかじめ冷凍して凍らせることによって綺麗に包めます。で、ほんとこう皮自体はすごく柔らかいので、持ち上げてつなげば簡単にくっつくので、見た目も綺麗に本家っぽく仕上がります。で、生クリームなんですけど、こう養老軒さんはこうあんこが入ってたり、ちょっと栗が入ってたり、この洋と和の組み合わせもすごくよくあって美味しいです。ほんとこう、もう触ったらわかるんですけど、めっちゃ柔らかくって、ほんとこのマシュマロみたいな柔らかくって、もちっとしながらふわっとした生地がすごく美味しいです。なんかうち的に養老軒とえな川上屋のスイーツめちゃくちゃおすすめなんですけど、ネットのショッピングがあったら、もし概要欄に貼っとくので、よかったら見てみてください。この時期なかなかコロナで外出できないので、ちょっとこう取り寄せて食べたりとか、その後にこう自分で作ってこう再現しながら食べ比べしてもすごく面白いかなと思います。うん。はい、ということで今日は岐阜の人気店養老軒の大福をそれっぽく再現しながらフルーツ大福を作ってみた動画でした。たっぷりの生クリームとフルーツ、もちっとしながらもマシュマロのようなふわふわの生地がすごく美味しいレシピになってます。冷やし固める工程以外そんなに時間もかからないですし、ほんとこのもちっとしながらふわっとした独特の生地がすごく美味しいレシピですので、気になる人ぜひ作ってみたり、養老軒さんほんと美味しいのでお取り寄せしてみたり、お店近くにある方買いに行ってみてはいかがでしょうか。じゃあご視聴ありがとうございました。この動画が美味しそうだなと思った方はグッドボタン、レシピ動画も更新してますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。シャバダバイ、大福。美味しさの塊。